マツダオートザム AG-1 鈴木キャラキャラは、かつて鈴木が販売していた、軽自動車である。登場時のキャッチコピーは、鈴木の新作が常識を超えてやってきた。1993年1月27日に発表。マツダの販売チャンネルであった、オートザムブランドで発売された、軽スポーツクーペ、AG-1 の OEM 車である。軽量ボディにガルウィングドアを採用。 アルトワークスに搭載していた3、気筒 DOHC の F6A ターボエンジンを搭載する。AG-1 と同一でありパーツ転用も可能である。AG-1 との違いは、鈴木のエンブレムへの変更、寒冷地向けの対策がない、オプションでの ABS やフェンダーミラーが未設定、屋根カバー部分の AG-1 ロゴを、鈴木に変更、後部エンジンフードのロゴ、 フロントバンパービルトインのフォグランプ標準化インテリアではフォグランプ用スイッチが付いている部分のみ。このフォグランプのため AG-1 より販売価格は高く設定されていた。総生産台数は1993年が189台、1994年が297台、1995年が47台の合計わずか531台で、 AG-1 のように特別モデルの販売やマイナーチェンジも行われず、1994年11月をもって AG-1 より先行する形で生産終了、1995年12月をもって販売終了となった。ありがとうございます。